授業へ行かなきゃ。わあ、見て、これこそがドールハウス。でも私の方がもっと上手に作れる。絶対コンペに参加しよう。ちょっとどいて、私も応募したいの。離して、危ない。わあ、ダメ、どうしてくれるの。ペンが欲しかっただけなの。わあ、え、どうなったの。わ、いた。何よこれ、ここはどこ。あ、これすごい、ドールハウスを作るのにいいかも。何からしようかな。完璧に作りたい。まずは壁を作るの。色紙を使ってね。早いし簡単、それにすごくカラフル。どう思う、気に入ったでしょう。私デザイン得意なんだ。ブリトニーどうしたんだろう。え、もう始めたの。そうだよ、すごい、羨ましいでしょう。インスピレーションが欲しい。うん、違う。うん、これでもない。あ、これならいけるかも。あとは待つだけ。おお、やった、すごくかわいい、気に入った。ほら見て見て、必要なものが揃ってる。え、気に入らない。大丈夫、私に任せて。金色が必要、高級感あふれるのが好きなんでしょ。変えてあげる。ちょうどいいサイズに切ったらここに貼る。どう。よかった。眠い。あなたも疲れてるの。何もやっていないのに、いいこと考えた。このカーテンにちょっとだけ手を加えるの。チョキチョキ切ってね。これで OK。 段ボールとカーテンでベッドを作るの。心地よさそう。これでぐっすり眠れるよ。つまらないな、家具置かなきゃ。おやすみ。あれいいかも、私たちにも必要。あ、そうだ、ケンドル、ハロー。何してるの。あの材料ちょうだい、お金なら払うから。わあ、これならいろんなものが買える。チョコレート。大丈夫。え、全然足りないって。もっとくれるの。わあ、今日って人生最高の日。おお、早くしてよ。ギャー、私お金持ち、生きててよかった。はい、全部あげる。やっとふわふわのベッドを作ってあげよう。四角く切ったら飾り付けをするの。金色でね。でももう少し華やかさが欲しい。フォームに松針を刺すの。パールみたいでしょ。これが最後、あとは一つにまとめるだけ。ヘッドレストに、あったかいブランケットとお枕もね。わあ、すごい、ここに置いておこう。屋根にはリボン、カーテンを取り付けるよ。リラックスできるようにね。完成、寝てみて。おやすみ。はあ、最高。お菓子食べ過ぎた、歯医者さんに怒られるかな。起きて、じゃなくてコケコッコ。もう朝、よく寝た。あれ、人形どこ。そこか。ねえ、そこで何してるの。無視しないで、こっちに来て。聞こえないの。嘘、顔がすごい、チョコレートだらけじゃない。綺麗にしなきゃ。別にいいんだけど。ふてくされないで。はいはい、わかった。お風呂のメイクオーバーが必要ね。金色の絵の具を塗ろう。テクスチャーが素敵。乾いたら端の方に金色のテープをつける。うわ、贅沢。お風呂もおしゃれじゃないとね。金色のトイレも用意するよ。改善の余地がある。便座を塗ってグリッターを振りかけるの。タンクには金色のテープがぴったり。金色のチェーンも。こんなトイレ初めて見た。完成。どう、すごく豪華でしょ。家の中に入れておくね。トイレはここ、お風呂はベッドの隣。高級感あふれる浴室になった。お風呂をためるよ。あ、これ使おう。お風呂に炭酸を入れる。泡が欲しいからね。ミントも加えればジャグジーの出来上がり。はい、入って、リラックスする時間だよ。お菓子を食べる夢って最高。あれ、現実だった。何の匂い。もうやめてよ、臭い。
何食べたの？うわっ、もう気絶する。ちょっと臭すぎだって。シャワー浴びないと。ストローしかない。でも大丈夫。ストローをこうやって折ったらハサミを使うの。ここを切ったら曲がる部分にも切り込みを入れるの。パーツをノリでくっつけたら赤と青のビーズをくっつける。次はトイレを作るよ。ベースはフォーム。厚紙を巻いたら便座の出来上がり。必要なものが揃った。壁にシャワーをつけたらトイレの完成。もう少し家っぽくしよう。入ってゴシゴシ洗わないと。ほらどうぞ。一安心。気持ちいいでしょ。いい匂い。でもドレスが汚れてる。大丈夫、新しい洋服出してあげる。ショッピング大好き。楽しいよね。わお、ワクワクする。何があるかな。いまいちね。違うの試した方がいいかも。どう思う？待って、金色の生地使えるかも。オーダーメイドのドレスを作ろう。まずはテーブルの上に生地を置く。厚紙で型紙を作ったよ。周りを切ってパーツをつなぎ合わせるの。意外と簡単に作れちゃった。試着してみて。うわ、すごい似合う。モデルみたい。ランウェイが似合うわね。リフレッシュ。わ、早くしなきゃ。気持ちいいでしょ。わあ、いい匂い。見て、あの洋服。もっとすごいもの作らないと。その前に、この中じゃない。ここはどこ？寝室じゃないみたい。一体何をしてるんだ？はあ？それ使わせて。マスクかい？その中に入ってるよ。やった、ありがとう。違う。これ、待って、これ。いくら？全部あげる。バイバイ。今の誰？ドレスを作るよ。あ、そうだ、あれが必要。ストロー。おしゃれに仕上がるはず。作るよ。まずはマスクのストラップを取るの。どっちもね。次にマスク自体を切る。真ん中から真っ二つになったら横に並べる。くっつけて折れば、これだけで完成。かわいいスカートでしょ。はい。わお、トップスにぴったり。ヘッドスカーフもいい感じ。洋服掛けが必要ね。これでたくさん掛けられるよ。完璧。これ見て、座る場所が必要でしょ。素敵だと思わない？うわー、ダメー、やめて、こんなの無理。どこから来たの？椅子がボロボロになっちゃった。そうね。ちょうだい。どうしてこんなことに。ごめんなさい。待って、そうだ、金色で隠そう。完全に忘れてた。ここを折ったら完成。いい感じでしょ。壊れてよかったかも。部屋にぴったりなデザインだし。王座に座ってみて。ケンドル、どう思う？見せて。わお、おしゃれだね。そうだ、私も椅子作れるかも。よし、スポンジ同士をくっつけたら糊を乗せるの。端っこの方までに生地で包んだら糊でくっつけるよ。丁寧にね。真ん中には黒いフェルト。ひっくり返して後ろと横も同じように作る。ソファーの出来上がり。座ってみて。いい感じでしょ。小物もあるよ。部屋に個性が出てきたでしょ。お腹すいた？ケーキあげる。植物もね。絵なんかどう？こういうの好き。恋人との写真もね。もう少しで完成。わお、これこそが家。お城みたい。ちょっと、ごめん。それすごくいいね。金色で素敵。それを狙ってたの。あなたのドールハウスは
変わってるね。いい意味で。見て、何か起こってる。嘘を買った。おめでとう。わお、嬉しい。やったね。あなた汚いわね。綺麗にしてあげる。じっとして。お、お守り。シャワーを浴びたかったのよ。気持ちいい。あなたのことも忘れてないわよ。あと何滴か水があればこれでいいわ。これで汚れが取れるわよ。新品みたいにね。たまには自分にご褒美をあげなきゃ。リラックスしてね。これ小さな歯ブラシね。丁寧に口を開けて。すぐにハリウッドスマイルになるからね。歯が眩しすぎてサングラスがいるわね。歯がピカピカ。次は私の番。ああ、落ち着くわ。満足満足。あなたも楽しんでる？どうしようか、お人形さん。髪をどうにかしなきゃね。ありきたりだもの。私はうまいから安心して。ヘアスタイリングのプロなのよ。あなたのせいよ。こうしてみよっか。茂みを引きずられてきたみたい。あー、イライラする。お会いできて光栄です。はい、もちろんです。違うわよ、この子よ。ああ、それなら特別な道具がいります。どこだっけ。ああ、これです。ちょっと難しいかも。動かないでくださいね。まずはボウルが必要。それに水を入れて、食品着色料も入れます。よく混ぜて。いい感じ。あれ、お客様は？お人形の髪を水につけますよ。温度はいいですか？ああ、お人形でしたね。水を髪に染み込ませて、髪を絞ります。しっかり乾かしましょう。わあ、この色似合ってますよ。素敵です。できたの？わあ、変わったわね。ええ、代金は。ああ、キャンディーでもいい？だから子供は嫌なのよ。気持ちよかった。リフレッシュできたわ。わあ、綺麗な髪。あなたも髪を変えたい？最後にシャンプーしたのはいつなのよ。どうしよう。そうだ、これが使えるかも。やってみよう。お人形をテーブルに置いて髪を切るの。あら、ショートも似合うわね。丸刈りは似合わないみたい。頭に毛糸を通していくよ。違う色もね。この方が目立つから。長い部分を切って頭を付け直すの。わあ、私もこんな髪になりたい。素敵よ。羨ましいわ。エヴァも羨ましがるわ。このチョコレートスプレッド美味しい。食べる？ああ、服にこぼしちゃった。ごめんね。着替えなきゃね。ラッキーなことにここに替えの服があるのよ。いろんなシーンに合わせてね。どう？かわいいでしょ。早速着てみて。きっと気に入るわよ。わあ、おしゃれじゃない。でもあなたはどんな服も似合うわよね。すごくシックだもんね。ファッションショーに出るべきよ。わあ、素敵すぎて言葉にならない。猫がアクセサリーなんて個性的よ。カジュアルなのはどうかな。観光にぴったりね。ゴージャスだけどカジュアルで、女友達とお出かけ、夜遊びするぞって服よね。パーティーガールそのものね。どれも似合うわ。うわあ、服がいっぱい。私が持ってるのよりいいわね。あなたにもワンピースを買ってあげたいわ。お買い物に行きましょう。ちょっと隠してよ。ああ、ごめん。どこ見ればいいかわからないわ。大丈夫よ、もう服着てるから。ねえ、エヴァ、それ借りてもいい？ソックス、後ろにある。マニキュア塗ったばかりなのよ。お願い、必要なの？わかったわよ。うん、汚い。ありがとう、これで大丈夫そう。まずつま先を切るの。こうやって、次は両側を小さな三角形に切るの。これでよし。着てみる？わあ、かわいい。
私もこんなワンピを着たいわ。ありがとうエヴァ。え、聞こえないわよ。あら、いいわ。イエーイ。あ、いけない、脱がせてあげる。あー、ごめんね、許してくれる。私たちはエキスパートです、ご心配なく。靴のことは聞きましたよ。うん、個性があっていいな。筆さばきが見事、トップクラスではないけど悪くないわ。でしょ、あなたはどう思う？うん、どうだろう。ちょっと答えてくださいよ。気に入ったよ。それならよかった。完璧にしたいのよ。そうだわ、ボールに水を入れてマニキュアも入れるの。いろんな色を使いましょう。綺麗な靴にしたいのよ。これでいいわ。そしたら靴をここに沈めるの。そして動かして、すべての色がつくようにね。わあ、すごい。うちの子はカスタムの靴を履くの。わあ、絶妙な出来栄え。ミラノのファッションハウスも羨むよ。いただこう。お、マニキュアに靴をつけたのね。芸術がそんなに簡単なら私もやりたい。靴が見つかれば。ああ、どこなのよ。ネットで見てみよう。こんなの買えないよ、高すぎるわ。どうしよう。そうだ、へそくりがあったわ。ネズミに食べられたみたい。なんでいつもこうなるの。本当にどうしよう。この下にお金があったかも。グルーガンとペン使えそう。工夫して作るのよ。まずは風船をお人形の足にかぶせるの。汚くならないようにね。そしたらソックスみたいになるの。グルーを風船につけましょう。これが型になるの。次はフォームペーパー、足の形を描いて切り抜くの。次は色を塗りましょう。レインボーカラーにするわ。違う色で上まで塗っていくの。わあ、綺麗にできた。片側にグルーをつけて、グルーの型をくっつけるのよ。手作りブーツよ。でもまだできてないわ。修正液でグルーを塗るの。白いドットを描いて、すごくおしゃれ。全部自分で作れたわ。気に入ってくれるかな。履かせてみよう。サイズはぴったり。うわぁ、最高だわ。すごくファッショナブルよ。生まれ持っての才能があるわね。ん？あら、見て、幻じゃないわよね。天才を見つけたわ。どこ行くの？そのブーツを見せてくれるかい？あら、ブラボー、素晴らしい作品よ。ありがとう。こんなの初めて見たわ。それ、私にくれるの？え、靴を買いたいの？売り物じゃないの。この子のブーツだから。有名になれるのよ。お人形を幸せにしたいのよ。撤収しよう。私たちって可愛い。そうだ、あなたもスマホを持たなきゃ。買っておいたの。お互いにメールもできるし。失礼ね。感謝してよね。もう一度行くわよ。ブラシを持って。もう、モテるようにしなきゃ。謎の手が出てきた。ありがとう。うん、難しいな。しっかり設計しなきゃね。お人形の手は小さいから。そうだわ、バッグのデザインにするとか。うまくいきそう。うん、うまく描けない。ありきたりで退屈だわ。やり直しよ。エヴァ、集中して。絶対できるわ。うん、今回はいいかも。チェーンストラップがついてるの。うわあ、美しいわ。デザイナーになるべきね。天才的だわ。金色のフォームペーパーをクロスの形に切るのよ。次は裏紙を剥がして端を折るの。くっつけたら長いところを折って、バッグの完成。あとはチェーンをつけて。私もこういうの欲しいわ。はい、あなたに必要なものよ。持ち物を入れてね。いっぱい入るから。これでスマホを忘れないでしょ。ブラシもね。全部入るわよ。うわあ、素敵。写真撮らなきゃ。インスタに載せるわ。スマイル。
生配信だよ。ファンにメッセージは？あら、そうなの？可愛く撮ったよね。君じゃなくてお人形を撮りたいんだよ。悪いけど。はーい。どいてくれるかな。屈辱的だわ。私が何をしたって言うのよ。チャンス借りちゃおう。まさにこういうのがいるのよ。急がなきゃ。エヴァが気づかないうちにまずこのポケットを切るのよ。綺麗な色だから。それからファスナー、グルーを両側につけるの。ラメのフォームを貼って形を作りましょう。そして丸めてカードに貼ってね。取れないようにしっかりと端にぐるっとグルーをつけて。私器用でよかった。これでいいわ。そしてもっとフォームをくっつけるの。隙間ができないようにね。反対側も同じようにしてポケットを同じ形に切ってフォームに貼るのよ。次は上の2箇所にちょっとだけグルーをつけて、こうやって小さな布切れを貼ってね。色がない方にも。人形用のリュックの完成。はい、これに持ち物を入れてね。こんな格好私もしたい。急いでくれる？そのリュックどうしたの？かわいいじゃない。ありがとう。いいでしょ？いいと思うわ。あれ、それ私のワンピ？え、違うわ。何のこと？違うのよ。まあいいわ。わあ、バービー見て、これちょうどいいじゃん。バービーの髪ボサボサだし。ちょっとズケズケと。時間がもったいないね。剃り落としちゃおう。動かないで、すぐ終わるから。スキンヘッドも似合うよ。やめて、バリカンはしまおうよ。メリー絶対気に入るよ。気に入らないから。うわ、頭ピッカピカだね。私のまばゆい金髪が。絶対寝首を描いてやる。ほぼ完成したよ。なんでこんなことするの？マジ最悪。次に針を用意するね。新しいヘアスタイルに必要なんだ。針をバービーの頭に差し込んで、髪は固定されるはずだよ。エクステみたいでしょ。順調だね。信じて、いい感じに仕上げるから。スキンヘッドよりヤバいとか無理だからね。じっくり時間をかけよう。最後の一束どうかな。すごい。色が必要だね。マスカラのブラシにマニキュアを乗せて髪の毛に走らせるんだ。うわ、この色すごく似合ってるよ。いいね。髪染めてみたかったんだ。でもケンが金髪がいいって言うからさ。これでいいかな。次にアクセ、このピアスをつけてみよう。やん、おしゃれ。うわ、すごい綺麗。最高。次は、次はこの衣装が良さげだね。髪にすんごく合ってる。おお、スタイリッシュって感じ。ファッションセンスあるね。喜びそうな人連れてきちゃった。うわ、やだ。おお、バービー綺麗だ。やん、二人とも可愛い。感動してきちゃった。キース、しない方がおかしいだろ。私彼氏が。いや、歯も磨いてなくて。大丈夫だって。うわ、ついにおとぎ話みたい。お、人形もう一体あるのか。うげー、キスしてんじゃん。いちいち邪魔しないで。プレゼントをやるよ。どうだ、汚い。こっちは、いて、渾身の一撃。その勝手に転んだみたい。イエーイ、空を飛んでるよ。もっと高く、イエーイ。楽しいね。バービーと一緒なら何でも楽しいよ。給料に見合わねえ仕事だ。おい、お前にお届け物だぞ。え、本当に？すぐ戻るね、バービー。慌てなくていいよ。俺は帰るぜ。なんだろう、送り主が書いてない。うん、面白い。ま、開けてみるか。どうも。な、何これ、バービーも見た？うわ、何？新しい人形だよ。不気味すぎるんですけど。え、どういうこと？私の真似してんじゃん。うん、なんだ、
意外と楽しい。私には退屈だけど。ならいろいろ試してみよう。私も踊れるよ。こんな動きもできるんだ。バービーは黙ってて。フリースタイル。よし今だ。やだ、何すんの。くらえ。ちょ、やめて。うわ、見てらんない。私に従ってもらおう。なんでこんなことすんの。実は俺でした。え、ちょ、戻ってこい。うわ、あいつ最悪。ランラランラランラランではないかな。このことは忘れよう。本当にごめん。綺麗にしてあげるね。心配しないで。急いで。くっさいから。ニキビを潰さないとね。うわ、いっぱい出てきた。でっかいな。キモ。とは言いつつ、なんか癖になる。ゲー。洗顔料が必要だね。すごい数だな。助けてくれてありがとうね。これでこそ友達。これ楽しいな。うん、次は。そうだ、歯磨き粉が必要だね。顔に塗りたくるんだ。お肌が輝くはずだよ。本当？気持ちいい。ありゃ？おお、フレッシュ。バービーには一流のケアをね。金のラメで輝きをプラス。至れり尽くせりだな。自己メンテまで手が回らなくて。最高だよ、ほんと。スパでって感じ。まだ歯ブラシが残って。やめろ。こすっていこうね。動かないで。泥を落とすんだ。くすぎたい。気分はどう。うん、気持ちいい。最高だよ。うわ、リラックスしてきた。輝いてるね。次は髪だよ。お団子はどうかな。何かが欠けてる。新しいコートが必要だね。よしよし。うわー、私イケてる。男子は要注意。私がハートを盗んじゃうよ。この新しい洋服かわいい。マジセンス最高。うわー、綺麗だよ。羨ましいくらい。写真撮ろうよ。ポーズを決めちゃって。いいね。確認してみよう。うわ、これ投稿必須でしょ。うわ、本当に綺麗。やば、いいねがこんなに。夜遊びしたい気分。ハリウッドにお邪魔します。私ったらスターになっちゃう。ついに夢が実現するんだね。誰にも止められないよ。はあ、寝る時間だよ。美容に睡眠は欠かせないからね。君もね、よく寝るんだよ。おやすみ。さあ、一人の時間を満喫するか。テレビをつけてやる。ん？え？何？針でボールを割ります。お？すごい。青色の素材と黄色い素材を用意します。黄色い布は王冠系にしましょう。こんな感じに細かいパーツを作ってください。最後にボールの形に丸めましょう。気に入りました？うわ、いいね。これをどうするのかな。では作戦開始。チクッとしますよ。今のとこいい感じ。待てよ。新しい頭を装着。いい感じですな。待って。何この音。どうなってんの。動画を楽しんでもらえたかな。一緒にダンスするのは楽しいね。二人は私の家族だよ。家族。フラフラしてきた。俺吐くかも。調子合わせて。二人とも、もしかして私と同じこと考えてる？つまり？赤ちゃんが欲しい。やん、そういうの待ってたんだ。で、俺は座ってればいいの？よし、リラックスしてね。長径用粘土をお腹に乗せるよ。サランラップをかぶせたら、さらに長径用粘土を透過。接着剤を垂らすね。たくさん必要だよ。これで十分かな。乾かそう。良さげだね。おいでバービー。やん。うん、
それって赤ちゃん？やばい、埋まるそう。どいて、これ以上時間を無駄にできない。ついに実現するのか、楽しみだね。私お母さんになるんだね。行ってみよう。深呼吸して。簡単そうに言っちゃった。どうなってんの？心配はいらないよ、ハニー。頭が出てきた。ほら、男の子だ。おめでとう。かわいい。ちょ、俺の子じゃないじゃん。目元がバービーに似てるね。話せないかな。説明してもらいたいんだけど。しまった。気まずい。じゃあ、私は退散しようかな。わあ、これは？無限にお金があれば何でもできるぜ。おお、金の延べ棒がたくさん。重たいけど大丈夫。ティナ、この金の延べ棒見ろよ。すごくない？どうやって使おうかな。よし。うわ、熱っ。綺麗に溶かして。うん、完璧。汗かいてきちゃったよ。十分かな。よく見ててね。金にはグリッターがぴったりキラキラするからね。しっかり混ぜたらブラシいくよ。汚くなっちゃえ。うん、いい感じ。綺麗。ブラシにたっぷりつけたら準備 OK。 どうなるかな。何層も重ねるのがポイント。へへ、イメージ通り。うん、どれどれ、使えるものはないかな。これもおらい、こっそり静かに。うわ、うん、どこに行くんだい？こんにちは、これは、支払えないんだったら戻しなさい。まったく。ああ、マシュすごいね。ティナ、テープを越えちゃダメだよ。そうだった、とりあえずペンキがあるからいいや。まずは紫、重力に任せてみよう。ああ、いい感じに垂れてきた。そして次は手のひらにペンキをつけて、こうやって広げるの。手形のデザイン。マシュ、ハイタッチ、なんてね。どれどれ、二人ともできたかな。うん、どっちもいい感じ。次はベッド。もうこんなにお金使っちゃったよ。挨拶よろしく。棚、これでいいかな。あ、ありがとう。その洋服いいな。使える。それ、うわ、僕の洋服が。逃げなきゃ。ここを閉めたら完璧。よし、まずは棚を横にして。完璧。もう何個か用意しよう。やっほー、ここに頼むよ。マットレス。うわ、さっきの。ダメダメダメ、今度こそ取らせない。あ、マットレスだ。棚の上に置いたらベッドを作る時間。このベッド、下に収納もできるんだ。キラキラの枕、最高。いい感じ。ティナはどう？始めなきゃ。あ、マットレス。ちょっと、私が先に見つけたのに。話せ。じゃあね、いい一日を。手に入ってよかった。早く組み立てなきゃ。こうやって隣り合わせに置いたら、よし、基板ができた。それに無料だし。その上にマットレスとシーツ、赤いブランケットもね。カラフルな枕もぴったりよね。わお、二人ともナイスジョブ。部屋っぽくなってきたね。マシューはお昼寝中かな。起きて。うわ、起きてるよ。ティナ、この色素敵ね。ん？ベッドの上に誰か乗ってる。次はこれ。カートがくるくる回ると便利だと思わない？テーブルよ。この中身のものを使ってね。うわ、ペットボトルは間違いなく使える。カードでお願い。よし、テーブルの出来上がり。ベッドの横に置いておこう。ベッドサイドテーブル。うん、マシュ、カートの中身も使わないとダメよ。え、タイヤとかいらない。ルールはルール。
どうにかして使って。はあ、しょうがないな。タイヤに見えなければいいか。布をかぶせるだけでも変わるはず。よし、全然わからない。まだまだ。ひっくり返したら、この金色の足を取り付けるんだ。そのためには道具が必要だよな。楽しいチャレンジ。ネジが簡単に入った。またひっくり返したら、じゃーん、全くタイヤに見えないだろ。マシューすごいね。私もやるわよ。よし、これで最後。ダクトテープを使ってこうやってぐるぐる巻くの。固定するようにね。こっちにもつけたらいい感じ。あとはペットボトルにテーブルの表面をつけるだけ。まだ終わってないよ。ここで全部ひっくり返すの。こっちにもテーブルの表面とテープをつける。ここでもしっかり固定してね。熱接着剤の登場。透明じゃなくて赤い熱接着剤を使ってね。わあ、かわいいハートの出来上がり。もちろん糊として使うけど、上にこのフォームを乗せたら黄色い布をかけて、わお、いい感じに仕上がった。二人ともテーブルを見せて。ナイス。ランプ大好き。電球だけあげるね。私からのプレゼント。想像力を働かせて。お誕生日おめでとう。これもらうね。でも大丈夫、その代わりに1万ドル。わお、おもちゃゲット。まずはこの車、金色に塗るんだ。端から端までしっかりね。金色のランプに金色の車、それに金色の兵士。僕のランプかっこいいな。ランプの傘をつけたら完成。いい感じだな。さすが僕。これ見て、レザーのスーツケース、すごくない？しかも中にいろいろ入ってるの。ランプを作るのにぴったり。最初は長い釘を使ってこの2つをつなげるの。きつくね。あとはこのパーツとコード、木の穴すべてにコードを通して完璧。電球準備はできた？こうやってつけたら完成。それにいい色。わお、2人ともランプが素敵。この金色の変身、個性的ね。こっちはモダンでシンプルなデザイン。ティナ、さすがだね。あとは何が必要かな？ちょっと手伝ってもらおう。このケーキ美味しそう。誰だ？もしもし、来てもらえるかな？もちろん。彼に任せよう。あとどのくらいお金残ってるんだろう。1ドルか。壁に飾っておこうかな。はい、ティナ、ゴミ。ちょっとマッシュ、意地悪ね。でもこれ使える。まずはストローを切ったら、端っこに熱接着剤をつけるの。そこにストローをつなげるだけ。こうやって六角形を作るんだ。洗濯バサミと友達の写真を飾ったらデコレーションの出来上がり。ここに飾ったらいつでも笑顔になれる。思い出がたくさんあるからね。どれどれ、珍しいもの、これだ。よし。うわ、くっついてる。もっと簡単なものないかな。このおじさんでいいや。いくよ。じゃじゃーん、珍しい絵だよ。お、ありがとう。約束のお金。どれどれ、ここでいいかな。違う、テーブルはどうかな。どうしよう。そうだ、おもちゃの箱、これだ。この絵を外したらフレームの色を変える。フレームの色を変える。ここで恐竜登場。ガオー。足に接着剤をつけて出来上がり。これこそ芸術だな。飾っておこう。ナイス。どう？なかなかいい出来。よし、勝つぞ。わお、二人ともお疲れ様。マシューとティナ、勝者はどっち？ここに現金がたくさんあるよ。二人とも頑張ったけど、今回はマシューの勝ち。あー、よっしゃ、勝ったぞ。ティナには、はい、これ、無限に使えるクレジットカード、プレゼントよ。
なになに、真夜中なのに眩しい必要ある？ああ、起きちゃいました。ほんとうっとうしい。もう一回寝る。ああ、もうなんとかしないと。ちょっと何やってんの、真夜中だよ。もしもし、来てくれます？なんでしょ。カーテンが欲しい。かしこまり。ゴージャスのサンプルあります。これをもらうわ。はい、それでは寸法を。作業開始。長くはかかりません。早くして、眠いからって。気をつけて。おしまい。いかがでしょう。いいね。じゃあ支払い。これだけ強情だの。わかった。ほら、毎度あり、毎度あり。ったく、まあでも寝れるからいいや。それはどうでしょうね。おや、いいカーテンをお持ちで。お、見つけた、別のターゲット。もうちょっと寝ようとしてんだけど。お隣はカーテンか。いいね、カーテン。でもそんないいものは持ってない。どうすればいいかな。この毛布を使う。この毛布を広げて端を折る。ひたすらこのまま折り続けたら蛇腹状になるね。真ん中をぎゅーっと閉じて穴開けパンチで穴を開ける。かわいい。そしたら紐で結ぶ。穴に紐を通して反対側も引っ張る。これを広げると、よし、できた。窓にかけよう。これで光が通らない。でおやおや、それは困りました。ではおはようございます。この本やめられないな。次が気になる。面白い。本当退屈。何かすることないの？え、何これ。わーお。もしもし、注文いい？対応が早い。はい、どうぞ。これが欲しかったの。パーフェクト。ん、何あれ。まあいいか、使うのが楽しみ。これで私専用のナイトクラブが。すごいでしょ。ね、うわすごい。わすごい。私も入れて。うん、ダメ。うわふー。意地悪。あれ、止まったんだけど。あ、そうだ。ねえ、これがあるよ。すごいやつ。紙パックの上を切って星を切り抜く。内側には紙を貼る。色を塗ったらパーティーの準備よし。あと必要なのは振り付けだけ。どうかな。このランプにかぶせればパーティーの準備よし。わあ、あっち行こう。すごいじゃん。最高。かわいい。わあ、本当に綺麗。アシュリー、何してんの？静かに、気が散る。難しいの。あー、ナイス。それいけー。負けた。なになに。あー、そうだ。まあ楽しそうだけど、私もやれたらな。アシュリー、私もやっていい？あんたが本気？ダメだと思った。ま、いいけど。うわぁ、たたたたた。ちょっと音下げて。あ、ジェニファーから電話。どうしたな。おお、今がチャンスだ。このために訓練をしてたんだ。そーっとそーっと。ゲット。
よし、急ごう。コントローラーの輪郭を取る。いい感じだね。マジックはもういらない。完全犯罪っと。よし、ゲーム再開。気づいてもいない。あとはこれを完成させる。切り抜かないとだね。4つに分けると切りやすいよ。これはいらない。端っこに接着剤を塗って、この並々の段ボールを貼る。これを接着剤につける。形を整えたら上にもう一枚段ボール。いい感じ。でもまだ終わらない。これで完成。よし、ゲーマーになったぞ。わお、これ超クール。必要なのは想像力だけ。超面白い。おっと、危なかった。それいけ。何してんの、ただの段ボールで。まあ楽しいんならいっか。やった、勝った。わお、今の見た。すごいね。じゃ、もう一ゲーム。あ、クリスだ。イタリアにいるんだ。いいね。自分も写真アップしよう。気に入ってくれるはず。角度を決めて、可愛く写る。さて、どうかな。ちょっと、なに、写りはいいけど後ろになんか、もうアップできない。別の角度は違う。ダメ。そうだ、ちょっと電話して。もしもし、自撮りがやばいんだけど、なんとかして。よろしく。今度は何を、あとは待つだけ。うわ、重かった。わお、用意しました。お支払いや。楽しんで。これが欲しかった。うわ、パーフェクト。旅行したかったんだ。行き先はいろいろ。おお、パリだ。笑って。これいいかな。いいねがたくさん。大人気だ私。羨ましいな。私もやりたい。そうだ、思いついた。この段ボールで部屋にいながら世界が見れる。それじゃあクリエイティブに。まずフレームを作ろう。それを切り抜く。そしたらこのフレームを貼ってしっかり押さえてくっつける。次は細く切った段ボールに糊を塗る。そしたらこうやって十字に貼る。まるで窓みたいにね。シャッターも作ったよ。これを壁にかけたらパーフェクトなスポットに。あー、パリー。それより山がいいかな。イタリアはどう。さっと写真を撮ろう。うおー、これいいじゃん。一日中やってられるよ。お願いだから降ろして。高所恐怖症なんだ。冒険心はどうした。これはこれは、仮装パーティーでもやってんの。俺は本物だ。刑務所に入れてやる。待って、何。 OK、 これは良くない。悪いことしなきゃシャバにいられたのにな。やあ、ルームメイト、調子はどうだい。やめろ、すっげえ愛想悪。おっと、ハンジから電話だ。こんにちは、カカ。結局私はミスを犯してしまった。ヴァンパイアは善人だ。全員解放しなさい。これが公式発表だ。うう、首がまだ痛い。今日はラッキーな日だよ、牙やろう。ああ、やだやだ。え、どうしたの。どうやらここを出るようだ。じゃあな、負け犬。今なんて言ったの。待ってなさい。はい、無理。お前は出れないから。ちょっと出しなさいよ。そうはいかないんだ。これを見ろ、有罪だ。でも吸血鬼は。ちょっと待ってよ。おい、治水太郎。え、それ俺。助けなさいよ、損はさせないから。おお、新鮮そうだ。それにお腹も空いている。今ダイエット中だけど。
でも魅力に勝てない。いいね。なんで吸血鬼にならないのよ。え、なんでそんな目で見るの。待って、俺の牙は。ありえない。ドーナツ。危なかった。これはどうにかしないと。おう、見てみろ。おい、こっちへ来い。大丈夫だよ、おいしいのあげるからさ。そうそう、急いでやってね。なんかすっごい変なの。そうそう、これこれ。ほっとした。じゃあ行くね、バイバイ。ちょっと置いてかないでよ。いいよ、自分でやる。さあ坊や、吸っちゃっていいわよ。食べ放題のビュッフェね。なんで動かないの。わかったわよ、これで考えが変わるんじゃない。コウモリの餌を首に振りかける。ほらガブッといっちゃって。やだに。嘘でしょ、面倒なやつね。どうしろって言うのよ。ちょっと待って、あれ何かしら。こっちだ金髪。抵抗するんじゃない、面倒なやつだな。話してよ。なんか面白そうね。触んないでよ。独房に入れ。ああもう行っちゃった。あら、バッグを落としたみたいね。使えるかも、もらっちゃおう。いいバッグじゃない、色が残念だけど。中身を見てみよう。化粧品が多いわね。これ付け爪。ああ情けない。ちょっと待って、他にも使えるものが。爪やすりあった。いい考えがある、試す価値はあるわね。うん、これは使える。かなりリアルな牙が作れる。形作らなきゃね。爪やすりが使えるわね。鋭く形作るの完璧にしないと。本物っぽくしないとでしょ。これでいいわね。試してみよう。反対側も同じようにするわよ。歯医者になれるわね。牙ゲット。さてどうする。この服は吸血鬼っぽくないよね。新しい衣装が必要だな。でも買い物には行けないし、何か使えるものがあるはずだ。黄色、明るすぎる。次はどうする。ピンク、やだ。赤、いいわね。次は何だろう。ああ黒だ、この方がいい。これは使えるよ。これはいい感じだ。そしてこのケープ、いいじゃない。なんか可愛く見える。見慣れてきたかも。え、これは何。ハンド、どうしたの。何それ。それはバネ。貸して、これで何をすればいいのよ。何言ってんの。待って、わかった、そうしよう。ここにバネを入れる。これは必要ない、それはゴミ箱行きだ。よし、これで終わり。なかなかいいね。試してみるよ。完璧なフィット感、吸血鬼になった気分よ。おっと、折っちゃダメよね。もっと気をつけないといけない。メイクをした方が良さそうね。自分でも信じられないけど、このブラシが必要ね。アイシャドウも少し。色はいいじゃない、間違いなく合うわね。ちょっとキラキラするし、まだこれからよ。このスポンジを使って赤いシャドウにつけてみる。それからまぶたにそっと塗る。こんな感じで。おう、これはいいわね。目がパッチリするのよね。じゃ仕上げね。とてもドラマチックに見える。まつげも長くしなくっちゃ。これは貼り付けるだけ。赤いコンタクトも入れたら大変身しちゃった。それにコウモリに噛まれる必要もなかった。頑張った甲斐があるといいけど。おい警官、今度はなんだ。え、また吸血鬼。どう見てもそうでしょ。どうしてあげよう。そこで待ってくれ。自由が待ってるわね。簡単すぎたじゃなくて、まあいいわ、行かなくちゃ。変な吸血鬼だな。まあいいや、じゃあね。どこ読んでたっけ。動画のお友達との共有と新着動画を見逃さないようにチャンネル登録もよろしくね。あー、さっぱり美味しいわ。やっぱりこれに限るわね。あー飲みすぎたみたい、おしっこしたい、我慢できない。待って、何これ。
に、人形？なんでここにあるの？うわ、ひどい顔。ごめんだけど、置いておけないよ。見つかってよかったわね。イメチェンの時間よ。まずは汚れを取らなきゃね。うわ、気持ち悪い。鼻くそじゃないといいんだけど、ベタベタしてる。次はニキビ。ちょっと汚れちゃうかもね。うわー、大きいやつ。正直に言うとちょっと楽しいわ。さっきより全然いいじゃん。肌が輝いてるよ。じゃリラックスしよう。そして2人は幸せに暮らしました。ロマンチックだね。長い一日だった。お肌のためにもちゃんと寝ましょう。一緒にいると楽しいね。今日もまたドーナツだ。ちょっと待て、あれはなんだ。聞こえないよ。何かが起こっている。そこを、吸血鬼はいいやつでした。ただ誤解されているだけのようです。ですから吸血鬼が無実なことを忘れなく。今度吸血鬼を見かけたらハグしてあげましょう。以上速報でした。なんたることだ。それじゃ行っていいよ。え、どうしたの？自由の身よ。さあ行きましょう。ちょっと待ってくれ。お前はダメだぞ。え、なんで？私の人形のこと？自由なのは吸血鬼だけだ。でも親友とは別れられない。どこにも行かないわ。心配しないで、何か考えるから二人でここから出よう。わお、見てみろ。あの色似合いそうだな。あんな唇憧れるな。とても可愛く感じる。そうそう、いい味だ。何見てるんだ。ちょっと気持ち悪い展開。ああ、なんだろう。待って、いい考えがある。任せて、ちゃんと分かってるから。じっとしててね。まず化粧を落としましょう。真っ白なキャンバスが必要でしょ。そうそう、これこれ。さあ、赤い化粧をしよう。わあ、とても明るい。いいルックスだよ。ルックって感じ。まだまだ手は抜けない。髪の毛も変えなきゃね。じっとしててね、怪我しないように。ブロンドの髪にはさようならよ。金髪は古いでしょ。うわあ、ピカピカの頭だ。大丈夫、直してあげるから。何か暗いものがいるわね。あれ、何それ。糸がほつれた。ちょっと待って、これ使えるじゃん。黒髪似合うじゃない。私にそっくりよ。とても長い。次はどうする。待って、爪が。そうだ、マニキュアを塗ろう。サロンには行けないからグルガンを使っちゃおう。時間はかからないはずよ。長い糊の束を作るの。これをそれぞれの指にやるんだ。それから接着剤を固める。余分な接着剤を切り落とすよ。わあ、いい感じ。次はマニキュアを塗ろう。完璧な色があるの。やっぱり黒でしょ。ドラマチックな雰囲気が増すわよ。集中しないと台無しにしたくないでしょ。超いい感じじゃん。ちょっとよく見せて。うわ、大変身したね。我ながら上出来。でもまだ直さなきゃ。この服装には違和感がある。もうちょっとダークに行きたいじゃん。ちょっと見ないでよ。その方がずっといい。グラマラスに決まった。ここから出よ。おっと、お前出しなさいよ。わかった。はあ、待って、あれも吸血鬼。そうみたいだな。よし、行っていいぞ。開けごま。うまくいくと思った。じゃあね。トラブルに巻き込まれないようにニンニクにも近づくな。あー、これはまずい。鍵はどこ。あー、あなたのイメチェンの秘訣は？下のコメントで教えてください。動画のお友達との共有と新着動画を見逃さないようにチャンネル登録もよろしくね。ああ、緊張してきた。よし、カイリーが来るぞ。準備しないとな。ジョシュはポップコーンが好きだろ。待てよ、これ逆向きだ。これでよし。お次は俺。靴下臭がしてたらやばいもんな。いい匂い。顔はどうだ。剃り残しなし。オッケーオッケー、よしと。時間は？うわ、落ち着け自分。映画の準備をしとくか。え、これはまずい。
よしと、はあ、一瞬ビビったぜ。頼むよ、動いてただろ、勘弁しろよ。嘘だろ、ありえない。俺のために動いてくれ、お前が必要なんだ。背中をさすったら治るかな。コードが絡まってるとか、正しい角度にすればどうにか。こんなのはどうだ、まだ不満かよ。動いてくれないと困るんだって、頼む。お、倒れる、あざが残りそうだな。お、あの古い箱のことを忘れてた。まだ希望は失われてないぜ。はじめに穴を開けてと。そしたら蓋を外して、発泡スチロールを使ってレンズを作るんだ。箱の中に収めたら、真ん中にもう一個映画再生中のスマホをセット。これで機能するはずだ。やった、高いところに設置しないとな。はあ、ふう、いい写りじゃん。到着したかな。来てくれてありがとう。私の好きな映画だ。写りもいいね。花のような帰りにはバラ、腹減ってるならポップコーンもあるぜ。ありがとう。リラックスして楽しもうよ。俺の好きなシーン。うわ、テキストの通知を振ってなかった。はずすぎる。トイレトラベル？これ柔らかいな。気を抜かないでよ。よし。うわ、むずいな。ズル禁止だよ。どこだ？危ない！げっ！うわ、母ちゃんに怒られる。植木鉢ってどう修理したらいいんだ？はあ！早急に対処しないと。母ちゃんのお気に入りなのに、買った時超嬉しそうでさ。我が子のように可愛がってたよね。夜は毛布をかけてあげてさ。誇りであり喜び、それなのにこんなことに。水槽、思いついたぞ。これ植物っぽいだろ。早速取り掛かろう。鉢の入れ替えは繊細な作業なんだ。メス、どうも。さてと、石はそこに引いて、次は土、押し込んで。土追加する？完璧、もっとお願い。最後の仕上げ、押して平らにするよ。上に可愛いお家を置いてと。おしゃれな植物を足していくよ。じゃーん、可愛くない？ママも喜ぶっしょ。間違いない、テーブルに戻しておこう。心配すんな、鉢植え慎重に。よし、ふう、危なかったな。ハイタッチ、ママだ。大変な日だったわね。特に変わりはないかしら。何これ、変ね。まあいいわ。よし、もっと早く走れ。早くって言っただろ。ゲームでお楽しみのようね。これ本当に全部必要なの？目に余るわ。今すぐ片付けなさい。ケーブルを片付けなさいって言ったでしょ。母ちゃん、俺今集中してんのに。いくつかしまってもいいかしら。邪魔だって、絡まっちゃってるじゃん。もう黙って見てないの。大丈夫？片付けなさいよ、いい？なんだよ、片付けんのめんどいし。お楽しみはおしまいってか。もつれをほどくのに一生かかりそうだ。もう、うわぁ、俺のゲームが。よし、うわ、危なかった。せっかくだしそのままプレイすっか。どこまで行ったっけな。そうそう、あと一息。母ちゃん、どうやってあんなところに。
怒ってる？ケーブルを片付けなさい。はいはい。どうすりゃいいってんだ。あの芯でも使いなさい。こうするのはどうかな。ケーブルを並べたら結束バンドで固定。増やせるようにスペースを残しておこう。こんな感じに固定して同じ作業を繰り返す。余分な部分はカット。等間隔で固定するんだ。そしたら芯の出番。短いコードに最適なんだな。ラベルもつけておこう。全部箱に収納してっと。よし、超整頓されてんじゃん。ブラボー、できる子だって信じてたわ。よし、これでゲームに戻れるな。まだまだこれからなんだから。よし。え、マジかよ、もう充電切れ。休んでらんないのに。待てよ、充電すりゃいいじゃん。整頓したから見つけるのも楽ちん。整理整頓って最高じゃん。充電しながらプレイすりゃいいもんな。イエーイ、最高だぜ。はあ、やっと一人っきり。ちょ、なん、テーブルが。私の足ってそんなに重いの？直せるかな。とりあえず試してみるしかないか。この元に戻れ。どうしてこんなことに。処分するしかないね。残念だけどしょうがない。役立たず。ゴミ箱にポイだ。もう安い家具なんか買わない。お金の無駄だったな。あれ、あんなところにタイヤが捨てられてる。見つけたもん勝ち。誰もいないよね。おい、俺のなんだけど。どこまで転がすつもりだ。こんなこと初めてだ。戻ってこい。無事帰宅。これをテーブルに変身させちゃおう。準備 OK、 グルー。端に大量のグルーを塗ってボールを固定するんだ。お次はロープ。グルーが乾かないうちにね。どんどん巻いていくよ。よし、タイヤ全体にロープで巻きつけるんだ。ボールの中に土を投入して石と多肉植物を加えたらガラスでカバーするんだよ。じゃん、テーブルの出来上がり。うん、自分で手作りしたんだ。私もこんなの作れたらな。マジかよ、遅れて悪い。いいテーブルじゃん。なんでできてるの？道でタイヤを見つけてさ、家まで転がして持ってきたんだ。別に誰も止めなかったし。待てよ、盗んだ犯人ってお前？この話はもうやめておこうかな。やば。紹介したご自宅大改造ハックは使えそうかな。動画を共有してお友達と一緒に試してみよう。この動画は視聴済み。動画を見逃さないようにチャンネル登録もお忘れなく。